アルベルト・フォン・シュレース・ビヒ・ホル・シュタイン・ゾン・ダーブルク。アウグステンブルク・シュレース・ビヒ・ホル・シュタイン・ゾン・ダーブルク。アウグステンブルク家の課長で、名目上のシュレース・ビヒ・ホル・シュタイン公。イギリスのビクトリア女王の三女ヘレナと、その夫のアウグステンブルク公子クリスティアンの、次男として生まれた。英語名は、アルバート・ジョン・チャールズ・フレデリック・アーサー・ジョージ・オブ、シュレス・ウィグ・ホルスタイン。アルバートは、ロンドンにある、 イギリス王室所有のカンバーランドロッジで育った。兄のクリスティアン・ビクターと同様、軍人となるよう育てられたが、兄がイギリス軍に入隊した一方、アルバートはプロイセン軍に出資し、このエ軍第三野陸兵連隊所属の陸軍中佐にまで昇進した。アルバートは母方からドイツ皇帝ビルヘルム2世の、そして父方からドイツ皇后。 アウグステ・ビクトリアの重帝であった。第一次世界大戦では、アルバートは、ビルヘルム2世から、ベルリン軍管区の司令官の参謀として働くよう、命じられた。両親と二人の妹たちはイギリスにおり、1917年に、ドイツ系の加盟を捨てている。1921年、アルバートはいとこのエルンスト・ギュンターから、アウグステンブルク家課長、 および名目上のシュレースビヒホルシュタイン公爵の座を相続した。アウグステンブルク家は1863年よりオルデンブルク家の着家となっており、オルデンブルク家の分家にはデンマーク、ギリシャ、ノルウェー王家だったグリュックスブルク家、そしてロシア皇帝家だったホルシュタインゴットルプ家があった。1931年にアルバートが死ぬとアウグステンブルク家は断絶した。 オルデンブルク家課長の地位はグリックスブルク家の課長フリードリヒ・フェルディナントに引き継がれた。フリードリヒ・フェルディナントは先代エルンスト・ギュンターの妹の夫でもあった。アルバートは生涯独身だったがバレリー・マリーという書室の娘がいた。ありがとうございます。